おはようございます。和がんの影げやんです。今日もよろしくお願いします。ということで、ヒマラヤラジオやっていきたいと思います。えー、僕はですね、去年の1月ですね、2020年の1月から、えー、お酒をですね、週2日、 飲、えー、みにこうしたんですねそれまでは毎日飲んでたんから毎日に近い状態で飲んでたんですけどもそれをこうまあまあダイエットをこう決意してですね、えー、まあ去年でいうと8 6キロあった体重が7 4キロになるということで、えー、1 2キロの減量がねこう,うまくいったんですけどもそれの大きな部分でいうとまあお酒ですねお酒を週2日にしたことが、えー、キーポイントというかまあそこが 結構大きかったかなと思うんですけどもその、えー、週2日のお酒をですね、えー、今年のまあ7月からですね、えー、週1のお酒にこう変更するようになって週1日だけこうお酒を飲む形、えー、そうすることがこういろんなことでこうメリットをもたらすなと思ってこうやってたんですけども、えー、そのね こう週1お酒を飲むということでですねそのお酒を飲むとどうしてもねこう暴飲暴食の暴食の方がこうすごい状態にこうなるだからようここまで食べれるなぁいうぐらい胃袋,が胃,袋と胃がおかしくなった状態でこうたくさん食べてしまうっていうのがこう。 あるんですねだからその前は週2日やったんで水曜日木曜日が暴飲暴食の形にはなるんですけどもえーその2日間に分かれていたんでそのむちゃくちゃ暴飲暴食する暴飲暴食してたんですけどもまだマシやったかなと思うんですけども週1にしてですね うん結構やっぱり暴飲暴食だなというのをこう、えー、前のね休日にちょっと思,思いました、うん、よう食べるなと思って、うん、でこうお酒が入って でこう最初はおつまみとか普通にこう自分が用意してこうしたものを食べてでそれでそれなりにこう満たされてるんですけども何かねこう脳がその覚えてるんですかねお酒飲んだ時たくさん食べてるっていうのを脳が覚えてるんか分かんないですけどもどんどん食べてしまうんですねえーだからそうですねそのどう言ったらいいんですかねこう普通にこう例えばお刺身食べてとかこう。 でご飯食べてでまあまあ味噌汁食べてとかこういう感じでこうお酒飲みながらしてるんですそっからですねえー、まあ一例で言うとまあピザを食べるとしてピザをこう焼いて食べたりでそっからですねえー、うん、なんか台湾混ぜそばをこう食べたりとかね、うん、でこう あのー、で最後焼きそばを食べたりとかこういうことをするっていうことですねそのだから何人前食うねんうぐらい食ってしまうっていうことがあるんですで、えー、前のこう休みが一番ちょっとひどかってこう、えー、週1のお酒にしてるんでこうお酒がものすごく弱くなってですねそんなにこう暴飲暴食する前にもう,こう,、えー、もう気絶するようにこう寝てしまっているということがあってこう気づいたらこう。 寝てて起きたら夜,夜中のまあ11時とかそれぐらいなんですね早めに飲み始めてだから9時前ぐらいもう寝てしまってる状態になってでなぜかまあ11時半とかに起きてさすがこれやと週1のこうお酒の楽しみをほとんど覚えてへんやんと思ってもうまたそっからこう飲み出すんですねでそっからこう焼酎の ウロン割りみみたいなのを飲み出してほんでそこでこうカップ焼きそばを食べたりしたんですけども実はもう結構お腹がいっぱいな状態でそれをするんでですね、えー、そのカップ焼きそば1人前全部が食べれない状態になってもう,でもう力尽きて寝るっていう形なんですけどもこの2度飲みっていうんですか,こう、えー、だか9時前ぐらいに一旦もう飲むのがもう 限界になって寝てしまってんのにですね。そっからまたおき2時間後ぐらいに起きて、またこうアルコールを飲むっていうことをするとですね、えー、次の日が結構しんどいですね。うん。まあ、しんどいって。その？ えーとーその2度飲みっていう言ったらいいんかちょっと分からないですけどその2度飲みをしないでそのまま例えば11何分の起きてもう一回こうクーラーとかつけてですね、えー、寝てしまえばですね、えー、そんなにしんどさってほとんどこう週1のこうアルコールだけなんでただそのダブルでっていう感じで飲んでしまうその2度飲みみたいなことをするとこう結構負担がかかるなっていうのはこう思いましたね。うーん そこは僕の反省点として、えー、どんなことがあっても二度飲みっていうのはもうしないようにしようというふうにちょっと考えてますねで暴飲暴食のだから休日になってしまってるんですけどね暴飲暴食の休日っていう形になるんですで昼はねでもそんなに食べないかな最近前はね昼も結構食べたんですけど最近は昼はお昼休みの日の昼はもう例えばその冷やし中華一人前だけとかね そういうい形になってあってもちょっとおにぎり1個食べるぐらいのことでもうほとんどもう食べないもう普通の量しか食べない感じですねそれでこう夜がその反動かなんかそのお酒が入った時に週1回だけなんでよりこう食べてしまうっていう形があるここまあまあ暴飲暴食まあ週1やからいいかとは思ってますけどもえ最近は体重を毎日測ってるんでこう。 えー、体重がが爆上がりです、ねそのえー、だから木曜日にあして金曜日の朝測るともう思いっきり体重が上がってるっていうのがこう分かるということですね。うん、でこうまあ1週間かけてまあ5日間かけて落としていくんですけども、うん、まあ、うん、週一だからいいかとは思ってますけども暴飲暴食だなっていうのをこう自分の中で思っていたと。 いうこと,ですということで今日は「暴飲暴食の休日」ということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃでいきましょう。どうもありがとうございます。